はい、渡辺義です。今回はね、ボルクゴリアッシュエピックを解除してみたの実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。ここ今14,543サルベージ溜まってるんでね、ちょっと早速ね、解除していきたいと思います。こちらになります。ボルクね、ゴリアッシュエピック価格4000サルベージ。ガンパークがね、スパイク、ダメージが高まる一方で、一度に一発しか撃てない。で、フォーカス、エイム中のブレを軽減するということでね、早速、解除していきたいと思います。ボルクゴリアッシュ、このアイテムを作成しますか？価格4000サルベージ。はい。やりました。ボルクゴリアッシュの作成完了。ボルクゴリアッシュ、アサルト、スパイク、フォーカス、エピック、作成完了しました。解除っていうよりは作成って言った方がいいんだね、これね。の方が正確なんだね、これね。早速ちょっとね。今回解説なんでね、こちらの、こちらね。ちょっとフォアグリップつけて。これ迷彩の名もついてないんで、まあ、さっきも話したんだけどね、ボルクゴリアッシュエピックでエネルギー攻め音、これあの説明もちょっと違うんで、このボルクレジェンドまでがエネルギーフル音、連射速度は低いがクラス最高のストッピングパワーを誇るなんだけど、これボルクゴリアッシュはエネルギー攻め音、単発式ながらクラス最高のストッピングパワーを誇るということでね。これフルオートなんだけど、レジェンドまでは。このボルクゴリアッシュエピックはね、ガンパーク、スパイク、ダメージが高まる一方で一度に一発しか撃ってないんで、エネルギー攻めオートで単発式っていうことなんでね。で、フォーカス、エイム中のブレを軽減するということでね。これあの、昨日だったかな、ジェニスホリデー、で倒した敵さんから奪ったんだけど、このボルクゴリアッシュエピック初めて使ったんだけどね、一発しか撃てないんだけどね、その代わり威力がめちゃくちゃ高いんで、本当に結構これ強いと思うんでね、うん、その前から一応欲しかったんだけどね、これ解除する作成するつもりだったんでね。でステータスがね、命中率67のプラス4の71で、威力が72のプラス10の82になってます。これ FMJ とか組み合わせると、ホローポイントとか組み合わせるとさらに威力がアップするんでね、これね。で射程距離が変わらず85で、連射速度がね下がってるんでね、これね、攻め音になってるんで、単発式なんで62のマイナス4ということでね、いくつだ、48か、結構低いんだけどね。で、機動性は変わらず65っていうことでね。今回解説なんでね、解説じゃないや。解除してみたっていう動画なんだけど、ちょっと一本でも、やっていこうかな、もうこれ。ボルクゴリアッシュエピック、解除と今回解除のみなんで、まあ、解説も今やったんだけどね、せっかくなんでちょっとやっていこうかな、もうこれボット打ちね、どうしよう、ちょっと動画の時間が長くなるんで分けようか。やっぱり今回ボルクゴリアッシュエピックを解除してみたっていうね、実況動画でだけにしといて、で、もう一本は解説の方ちょっとね、やっていくんで、解説&ボット打ちね、やっていくんでね、よろしくお願いします。以上にしたいと思います。はい、今回はね、ボルクゴリアッシュエピックを解除してみたの実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。